本当のことを言ったら嫌われる。本当のことを言ったらみんなから好かれない。その考えをさとみんは信じてきたってことかな。で、今回本当のこと言ってみたんだよね。本当のことを言ったら嫌われる。これって本当ですか？全然そんなことなかったでした。まあ、とにかく恐れに飲み込まれて生きてるなっていうことですね。恐れベースで生きてるなと。いろんな恐れありましたよね。例えばどんなありました？皆さん。はい、さとみん。持ってることをその素直にそのまま伝えるとあんま良くないんじゃないかってずっと思ってました。それってどこから来てたんだろうね。なんでそう思ってた？相手の顔色をいつも伺っちゃうっていうか、なんかその人がどういう答えを求めてるかっていつも考えて、それに沿った答えを多分しちゃってて、別に自分の中では違う答えが浮かんでたりするんですけど、なんだろう、その相手に沿ったことを言っちゃうっていうか、なんか相手の機嫌取っちゃうっていうか。なんで相手の機嫌取るんだろうね。気分を害してほしくないとか。相手が気分を害するとサトミンはどうなるの？怒られたり悲しまれたりすると嫌だ。なんか自分も嫌な気持ちになる。相手が怒ったり悲しんだりするのを見たくないんだ。そうですかね。相手が怒ったり悲しんだりしてるのを見るとどんな気持ちになるの？いや、自分も悲しくなったり、なんか怒ったりしちゃうっていうか。相手と同じ連動しちゃうのが嫌なの？何を恐れてるの？もうそれっていうのは、つまり何かが起こったら嫌だって思ってるわけでしょ？だからそれを避けようとして、本当のことを言わずに相手が言ってほしそうなことを言うってことでしょ？じゃあ自分が本当に思ってることを言ったら相手が怒っちゃうんじゃないかと思ってたんだよね。嫌われたくないとかですね。なるほどね。嫌われるのが怖いんだ。みんなに好かれたい。みんなに好かれたい。だから本当のことを言ったら嫌われる。本当のことを言ったらみんなから好かれない。その考えをさとみんは信じてきたってことかな。そうですね。OK。 今何やったかっていうと、必ず人は自分の信念に基づいて行動します。今さとみんは本当のことを言ったら嫌われる、この考えを信じてるから、じゃあ嫌われたい人いないよね。誰だって好かれたいよね、それはね。だから本当のことは言わないっていう生き方をしてきたわけだ。まあ、しかし苦しいよね、本当のこと言ってないんだからね。で、今回本当のこと言ってみたんだよね、早速この1週間。あ、そうそうです、そうです。そして何が起こった？いや、なんか案外全然何にも問題なかった。そうだよね。さとみんに質問します。本当のことを言ったら嫌われる、これって本当ですか？いや、全然そんなことなかったでした。だよね。じゃあさ、本当のことを言うっていうのが、自分が思ってることをそのまま言うっていうのがね、このマスターに入るまでにもうそんなの絶対ありえないって思ってたのが10ぐらいのレベルだとすると、今どれぐらいのレベル？0、10で3ぐらいになった。OK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 。これが緩んだってことなんですね。で、なんでかっていうと、さとみんは自分がまずそれをやってるっていう現実に気がついたんだよね。昔って気がついてた？自分がそうやって自分の本当に思ってることを言わずに、言ってほしそうなことを言ってる自分がいるなーって。いや、あんまり気づいてなかったです。要するに無意識だったってことだよね。はい。で、それが気がついたのっていつ頃なんだろう？去年ぐらい。去年ぐらいか。きっかけって何かあった？自分の中で違和感があったとか、その苦しくなったとか。一回獣医をやめたんですけど、その時に部屋の期待にめちゃくちゃ応えようとしてた自分がいたような気がしたんですよ。なんかいつもその親の顔色を伺ってるなって最初思って、なんか何があってもお母さんに聞いちゃってたんですよ。自分はどうしたらいいかってことを、なんかこうしたいんだけどどうみたいな。
すぐに連絡して自分に気づいたんですよ、ね、あで。そしたらなんか周りの友達にも顔色伺ってんなってなんか思って。なるほど、なるほど。うん。仕事してたりとか、その友達とか大勢の人で喋ってる時にも、そのみんなの顔が目に入ってくるんですよ、結構。うんうんうん。で、なんかあの人今ちょっと嫌そうな顔してるなとか、うん、あの人今笑ってるなとかいうのがなんか、多分他の人よりすごい敏感に感じちゃうなってなんか思ってたんですよね。ってことは、たくさん人がいるところにいると疲れるね。あ、すごい疲れるんですよ。うん。そうだよね。うん。気づいたけど、あんま変えられてはなかったんですよ。それが今回、それをやってみようって思ったのは何でなの？今変えないと、うん、なんかもうこのまままた、その気づいたけど、その現状に満足してる自分のまんまで生きちゃうような気がしたんですよ。うん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 。本当に全部今までの真逆をやんないとダメだってなんか思って、こう覚悟したって感じですかね。うんうんうん。はい。ありがとうございます。今、さとみんが言ってくれたことは、まあ、みんなに過去起こったり、あるいは今起こってたり、これから起こっていくと思います。まず最初は自分が何をやってるかっていうことに気がついてなかった、無意識だったってことですね。この時期結構さとみも言ってたみたいに長く続く場合が多いと思います。さとみの場合は周りの人に合わせてるってことに気がついてなかったってことですね。だけれども自分が獣医さんを辞めた時に親に電話して、あれ親の顔色を伺ってる、親の期待に応えようとしてる、もしかしてえ周りの人全員にそうやってやってないって気がついた。はい。これ気がつくっていうことですね。自分が何をやっているのか。要するにこれは自分がこういうプログラムに動かされてるぞって。ロボットがそれまでは自分の意思で生きてると思ってたんですよ。だけど、あれ？私ロボットだったかもって気がついた状態です。だって反応でしょ？それって自分でこうしようと思ってこうしてるんじゃなくって、反応的にそうしちゃう自動運転状態でしょ。それロボットでしょ。だから、ああ、私ロボットだったって気がついたのが1年前っていうことですね。はい。で、こんな気がついたからって言ってすぐ変わるかっていうと、時と場合によります。その気づきがすごい深い場合とか、あるいは嫌で嫌でそんな自分にうんざりしてるとか、もう本当にやめようって思って、終わる場合もありますし、一般的には割とそこからも長くかかって終わっていくというか減っていくっていうことが多いと思います。なんでかっていうとですね、まあ、何十年もこのロボットちゃんそのパターンで動いてきちゃったもんですから、脳内にですねその回路がもうねしっかり刻み込まれておりまして、一回は気がついたっていう電気ショックぐらいではですねそのね回路が書き換わらないんですね。だからここでですね、また落ち込むっていうことが起こる場合があります。私気がついたのに変われない。はい、ここ落ち込んでるところじゃないんで別に気がついたけど変わらないっていうのは、そういうそれだけ脳にね同じ道に電気信号が流れ続けたわけですから、山歩いててさ人が繰り返し歩いたらそこが道になっちゃうってあるじゃない、広がっていくじゃない。あれと同じで脳の中にあるこの無数の回路の中で今まで同じパターンを繰り返してきたってことは、そこに電気信号が何回も何回も通ったんですよ。でその輪だちがですね、言うなればこう広がってるんです。道が広いんです。だからさとみんで行くならば、今まではこう人の話をね、人とコミュニケーションするときはいつもこの太い道、相手の言ってほしそうなことを言うっていう道を通ってたんです。だけどある時この道に自分が行ってるって気がついた。そしてめっちゃ細い糸のようなもう一本の道があることに気がついたわけです。自分が思ってることをただ言うっていうね、まあ、ところがですねヒュッとここに訪れるとですね、なんせこの大河のような太い道と糸のように細い道はね、もうねほっとくと大河の方に行ってしまうわけなんですね。だからあ、また私同じパターンを繰り返しているぞということに気がつくという、そういう期間っていうのは結構ありますね。そこでですね、この高額セミナーが役に立つわけですね。こんなに払ってるんだから変わってやろうじゃねえかということでですね、さとみんも本気になって覚悟を決めて、まだ事業も始まってないのにやってみた。
そしたら、あれ？なんか平気くない？これ何かっていうと、今までの自分が信じてた考えに上書きされた状態です。今までは本当のこと、自分が思っていることを言ったら嫌われる、この考えを信じてました。ところがですね、上書きされたんです、ここに。思ってることを言っても嫌われないかも。だから10だったものが3ぐらいに減ったんです。ただ0になってないっていうところですよね。これダイエットと一緒よ。最初バンって減るじゃん、体重。こっから減らないんだわ、これなかなか。これね、最初バンって減って、なんか私結構自由になったかも、心軽くなったかもって思うんだけど、ゼロになかなかなんないんですわ。繰り返し繰り返しね、このね、パターンというものが出てきますね。まあそういうもんですよ。なんですが、まあ、10が7になっただけでね、相当生きやすくなると思いますね。大体このパターンだと思います。何かっていうと、その、恐れの中に飛び込んだら平気だったっていう、この体験によって、自分の信念が上書きされて書き換わっていくってことなんですよ。私、犬恐怖症だったんですね。幼稚園の時に、なんか、白熊みたいな犬が、わーって走ってきて、2個下の妹、妹はまだ幼稚園行ってないくらいだったから走るの遅くて、でも私なんか妹のことなんか考えちゃいないから、もう自分で、いやー逃げて、後ろからお姉ちゃんって言われて、ふって見たら妹が脇腹をガブワーってかぶりつかれたのを至近距離で見たんですね。そっからもうね、犬恐怖症で、視界に入るだけで涙が出てくるんですよ。怖いんですね。もうこんなちっちゃい犬でもダメ。本当に怖かったの。まあ、ところがですね、ヒプノセラピーっていうね、その催眠療法を受けたりとかね、いろいろして自分なりにまあその恐怖症を乗り越えようと思ってね、まあ、向き合ったんですけどね、それでまあ多少はね、ちょっと努力もしまして、ちょっとは良くなったんですけれども、まあまあそれでも怖いんですよ。ところがね、ある日突然犬を飼いたいと思ったんですね。頭がおかしくなったんじゃないかと思いました、自分のことを。何を言ってるんだとね、自分に向かって思いましたよね。これは冷静になろうと思って。で、1週間ぐらい経っても気持ちが変わんないんですよ。犬飼いたい。で、嫌いじゃないんですよ。だけど怖いんですね。で、嫌いじゃないなーっていう感覚は自分の中にあって、それで犬飼い始めたんですけど、怖いんですよ。それでね、3ヶ月ぐらいですかね。完全に愛情へ変わりまして、もうどんなに大きい犬ももう全く怖くない。可愛くて仕方がないっていうところに至りました。同じなんですよ、結局ね。 おかしいでしょ。だってこの体でこんなちっちゃい生まれたばかりの犬が怖いっておかしいじゃないですか。絶対私の方が強いもん。だけど信じてるんですよ、犬は怖いものだっていう考えを。でもその恐怖の中に飛び込んでみた結果、犬は怖いというものがこう上書きされていったんですよね。こうやってトラウマって終わるんだなっていうことを自ら体験しました。で、そこからトラウマについて調べたんですけれども、私が調べた限りではほとんど一緒ですね。簡単に言うと、まず水恐怖症の人、水恐怖症で本当にもう水溺れかけたのね、子供の時に。で、水見ただけでもうジンマシンが自動的に出てくるっていう人がどうやって乗り越えたかっていうと、弟が心理学の人だったから、それで一緒に水にまあ無理やり入れさせられて、ジンマシン以外のことを考えろって言われるわけ。そんなこと言ったって無理だよね、怖いんだからさ。それでずっと話しかけるわけ、そのお兄さんに向かって、恐怖症の。しかも小声で話しかける。小声で話しかけられたらさ、何言ってんのかなと思って一生懸命聞かなきゃいけないじゃん。つまり他のこと考えられなくなるってこと。一生懸命聞こう聞こうとするから。気がついたら30分水の中に入ってて、あれジンマシン出てないじゃん、大丈夫だったじゃん。これサトミンと同じでしょ。あれやってみたら大丈夫だったじゃん。でもう大丈夫になったんですって。恐怖症ってそうやって終わっていくんだなって思います。いわゆるトラウマと言われるようなね、そこまでその強烈なものでなくてもね、同じですわ。これ怖いな、嫌だなって思うことの中に飛び込む、そしたら終わるからね。さとみも飛び込んだ、そしたらあれ、なんか平気くないってことですよね。
恐怖というものは肥大化していきます。頭の中でイメージがこう増強されていきますからね。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようってね。でまた怖かった場面というものを頭の中で我々自動再生してるんですね。繰り返し繰り返しそういう場面を上映してるわけですよ。決めたらいいのにね。何してるかっていうと恐怖体験繰り返してるってことでしょ。そりゃあ刻み込まれますわ。もうどん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 怖くなるわけ。もしねこれから新しい恐怖が生まれたらその瞬間にやった方がいいよ。そしたら 軽く終わるから。放置してた恐怖ってものは肥大化してますので、結構飛び込むのに勇気がいるぐらい巨大なお化け化してると思います。全部自分の頭の中で作ってることでしょ。その私の犬恐怖症がいい例でしょ。絶対怖くないもんもうこんな片手に乗るようなものが怖いの。でも時間が経って放置するとそうなる。だけれども所詮頭の中で作ってるイメージですからね。こんな小さな子犬は怖いっていう自分の頭の中で信じてる考えをかぶせて見てるんでしょ、このちっちゃい犬を。だから怖いんでしょ。じゃあこのかぶせてるイメージって何かっていうと頭の中にあるわけでしょ。イメージでしょ。イメージって日本語で幻でしょ幻なんですよ。だから怖いな、不安だな、嫌だな、そこに飛び込んだら終わりますよ。とにかく恐れベースで生きてます。そのことによって何が起こると思ってるんですかってことなんですね。まあ、だからその思い込みが世界を作っているので、あなたの恐れ、これが結局あなたの話すことも聞くことも人間関係におけるコミュニケーションも本来うまくいこうのをうまくしいかなくしちゃってる要因ですわ。恐れっていうものがなくなっていくとみんなの持ってる能力が勝手に発揮されるんですよ。